力とヘッドスピードっていうのは比例しないんですよね。右手左手がこう合体するんで動かしにくくなるんですね。はい、どうもゴリゴリの時間でもらいました。どうもだけです。ってことで今回はですね、いろんな方からちょっと質問をいただいたことに答えていこうかなというふうに思ってまして、でそのいろんな方から僕あることをね質問されてました。それは何かっていうと、まあ僕の特徴というか、まあ僕の魅力でもあるんですけど、小柄で飛ばす、これがね僕の魅力なんですね。それについてね多くの方から質問をいただいてまして、まあどうやったらねこんな小さな体でそんなに飛ばすことができるんですかとか、そういう質問をねよくいただいてたんで、今回はねそれを答えていこうかなというふうに思います。なので今回は僕がおすすめする飛距離が出る練習方法を紹介していきたいと思います。ぜひね、今回こう飛距離を飛ばしたい方とか、まあ、小柄でなかなか距離が出せないんです、力がなくてなかなか距離が飛ばせないんですっていう方はぜひね最後まで見ていただけたらと思います。では早速やっていきましょう。はい、では早速ですね、僕が飛距離が出るようになった練習方法っていうのを紹介していきたいと思います。で、飛距離を出すのに大事な要素っていうのがいろいろあります。で、その中で、まあやっぱこれ大事でしょっていうのがヘッドスピードですね。クラブを速く振る感覚っていうのがないとなかなか飛距離っていうのは飛ばせません。なので、その飛距離を出すためのヘッドスピードの上げ方っていうのを今回ね、説明をしていきたいと思うんですけど、これはすごく大事なことで、速く振るっていうのはですね、感覚的に覚えていかないといけないです。なので、あるものを使って練習をしていきます。はい。今回ね、用意したのは、シャフトです。ヘッドが刺さってないこのシャフト。要は、めちゃくちゃ軽いんですよね。なので軽いものをとにかく早く振る、これがすごく大事です。早く振るには軽いもので早く振る感覚を覚えるのが大事なんですよね。逆に、まあ、よくね練習で重たいものですね、重たいクラブとか重たいものを頑張ってブンブンって振るのは、これがね遅いスピードが身についてしまうんですね。なので早く振る感覚、ヘッドスピードを上げたいのであれば、軽いものをとにかく振り回す練習をぜひしてほしいなというふうに思います。で今回ですね、ヘッドが刺さってないこのシャフトを使って早く振る感覚を覚えていきましょうっていうことなんで、とにかくね早く振ってほしいね。これね、あの振ると音が鳴るんですね。音がブンと、このブンって鳴る音をできるだけ速く、フュンですね、フュンって音をねぜひ鳴らしてほしいなという思います。ブンじゃなくてフュンですね。でそれをね、軽いものって両手で持つとね振りにくいですね。なのでまず感覚をつかむために、右手から、右手で振った方が軽いものって振りやすいですね。なんか左手でもいいんですよ。片手で振る方が勢いって出しやすくなるんですけど、両手を持った瞬間に軽いものを振ったらめちゃくちゃ振りにくくなるんですね。それはなぜかっていうと、右手左手がこう合体するんで動かしにくくなるんですね。安定はするかもしれないですけど、早く振る部分ではすごくやりにくくなる。そしてやっぱ利き手の方ですね、利き手の方でいうと右手で振ってあげた方が速いスピードが出るんですけど、片手で振った時って何が起きてるかっていうと、すごい脱力できてるんですね。両手で持つと握っちゃってる、ガチッと持つんでスピードが落ちちゃう。なのでこの右手のこのゆるゆる感というか、ムチをこう振るような感じでしっかりとスピードをつけるには、やっぱ脱力が大事なんですね。その脱力感、力加減の感じ、スピードをつける感じっていうのがだんだん身についてくるんで、その右手でスピード出してる感覚を覚えておいて、このスナップ感、この力感だなっていう感覚を覚えてきたら、両手を持ってその感覚を持ったまま振ってる。だからかなり、あ、力ってこれぐらい抜かないと逆にヘッドスピードって上がらないんだなっていうのが分かってきます。なので皆さんやっぱこうね、早く振ろうってなると、とにかく力んで早く振ろうとするんですけど、逆に出ないんですね。ヘッドスピードっていうの落ちちゃいます。
なので力とヘッドスピードっていうのは比例しないですよね。なので脱力できればできるほどこのクラブのヘッドっていうのは走りやすくなってきます。そのイメージを持ってクラブを持って同じように振ってあげる。力を抜きながら、逆にこのクラブだけでね片手で振ろうとするとやっぱ重たいんで振りにくいです。だから軽いものでその振る感覚っていうのを覚えてあげるとヘッドスピードが上がるんですね。なのでさっき振った軽いもののイメージのヘッドを走らせる感覚っていうのを持って振ってあげると距離が出しやすくなるっていう感じになるんですね。なのでとにかく距離を出したいのであれば軽いものですね。軽いものでとにかく振って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 振りまくって、そしてこのクラブでも同じぐらいのスピード感で振ってあげれるようになってくればヘッドスピードの上げ方が身につくというわけになってきます。ということで今回はですね、僕が飛距離を出す、まあ小柄な人でも飛距離を出す秘訣じゃないですけど、おすすめの練習方法を紹介してきました。今回はこのヘッドスピードを上げる方法ですね、まあ、軽いものをとにかく使ってそれを振りまくって速く振る感覚を身につけようっていう練習でした。これすごくやっぱ大事で、やっぱ感覚はすごく良くなるし、ヘッドスピード絶対上がります。なので皆さんぜひ軽いもの振ってほしいなと思います。もしシャフトとかこういうのがなければ、クラブ逆に持っちゃってます。逆で振る感じでも同じ効果があるんで、できるだけ軽いものを振るっていう練習をぜひやってみてください。はい。ということで今回の動画参考になったよって方がいましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、いろんなコメントもお待ちしてますので、ぜひコメントもよろしくお願いします。では今回の動画は以上になります。ありがとうございました。